でまずですね、まあ、説明書に準じた色の塗り方、塗り分けっていうのかな、していきたいと思うんですが、この LP1 というのが、こうブラックって書いてあるんで、これグロスブラックですね。なので、これをまず塗っていこうかなと思うんですよね。これ、こっちはセミグロスブラックなんですよ。この LP5 っていうのがね。なので、まず、まあ、全体にこうグロスブラックを塗って、でそれマスキングしてセミグロスブラックを塗ればいいのかなと思いますんで、まずこの外側ですね、これをまずグロスブラックで塗る。ということですので、まずはこの、グロスブラックからってことにしましょう。パーツの切り出しをしていきます。二度切り用に、はい、出てまいりました。ゴッドハンドのアルティメットニッパー。最近、ぼちぼち、店頭で見かけることもあったりしたんですけれども、どうなんでしょうね。やっぱりね、品薄って言ったって、高価なもんですしね、そんなにたくさん、必要としてる人がいるのかなっていうぐらい思うんですけど、まあでも実際ね、かなりの方が所有されてるんじゃないですかね。いやはやすごいすごい。もう私なんかほんとビビっても全然使えないですよ、このアルティメットニッパー。全然使ってないですよ。ただ今回は結構パーツが全体的にですね、すごい繊細なんですよ。もうね、ことごとく薄い。もうこれなんかもそうなんですけど、ペラッペラ。ペラッペラ。なので、なんかこう、切れないニッパーで、ギュッて力入れたりなんかすると、もう、うにょってこう、曲がってしまうんじゃないかなっていうかね、まあ、最悪割れてしまうとか、なんかあるんじゃないかなと思うので、これだったら、まあ、簡単にいけるのかなっていうところですよね。前も一度アルティメットニッパーすごく気を使いながら使った覚えがあって、だいたいこっから二度切りするためのニッパーなんですよね。カッターで切るのと同じような感覚で、綺麗に仕上げることができるから、まあいいということなんですね。これもうギリギリのところで切っても大丈夫って、すごっ。アルティメットニッパーありますね。だからまあまず1回切るときはこういう普通のニッパー、普通って言ってもこれもう本当はダメなんですけどね、ボロっちいんですけど、でこうちょっとこう残して切る、残して切る、はい。あ、今ちょっと危なかったな、大丈夫か。あ、危ないぞ。ここから綺麗に切れるんですけど、結局仕上げはね、これデザインナイフなりヤスリなりでゲート跡は処理しないといけないだと思いますよ。はい、こんな感じでパーツを切り出していって、次は塗装をしていく。このちょっとつるっとしたところ、これだから、もともとパーツの質感がこっちはつるんつるんで、こっちはちょっと半ツヤザラッとした感じになってるので、別に塗らなくてもいいな、これすごい塗らなくてもいいっていうことです。はい、塗りますけど。まずはですね、グロスブラックから塗っていくことにしましょう。はい、もうすでに1回塗ってます。結構ね、1回でピカピカしてるんじゃないでしょうか。塗っているのはこちらガイアの EX ブラックですね。それを、はい、もちろんクワトロポルテで薄めております。まあ、ということでやっぱりね、クワトロポルテを使うことで塗料のこう伸びがね、どうやら良くなるようで、この特にこうグロス塗装をした時に
このツヤの出方がすごいいいんですよね。これも一回塗った状態でこれ今見ていてももう磨く必要なさそうですよね。グロスが乾きましたのでマスキングをして今からセミグロスブラックを吹き付けていきます。ここですね、もうグロスブラックをちゃんと覆ってありますので大丈夫ということでやっていきましょう。この後どんどんランナーについたまま塗装していこうかと思っております。割となんていうのかな、気軽に作れるキットというイメージがありますので、パーツ数は多いんですけれどもこういう状態で作っていけるんでしたら、まあ、それほど敷居が高くないと思うんですよね。もちろんどんどん手の込んだ作業をしていけば、まあ、その分見応えのある完成品が作れると思うんですけれども、まずはコンペに向けて確実に完成させようというところですね。はい、ここもすでにこれ接着 してありますね。パーツを接着してあります。カーボンのデカールもどこからか出るのかな。タミヤ純正では出てないですよね。どっかサードパーティーからカーボンデカールが出るのかな、どうなのかなというところなんですけど、もうその貼る作業たるや凄まじいことになってないかな。この車ほとんどカーボンですよね。見てるとセミグロスブラックで塗装する指示が出ているところがもう大半ですね。セミグロスブラックかボディ色かっていうぐらいです。すごいです。一応これ市販車ですよね。レーシングカーではないと思うんですよね。これも小さなパーツが、接着するようになってましたので貼ってあります。できるだけ先に貼れるものは貼っておいた方が接着剤がはみ出したりね、することもありますので先に接着した方がいいと思います。まあ、とはいえ本当ランナーについた状態でもほとんど問題ないということだったのと、あと組み上げていくとほとんど見えないらしいですね。仮組すらやってないのと、あとまあ動画でいくつか参考にはさせていただいてるんですけれども、やっぱり見てると結構もう中に入り込んでしまって見えないということだそうですので、さあではこれちょっとでかいのやっちゃいましょうか。よいしょ、埃がね、ちょっと乾燥ブースもいろんなものが入りまくってて入れるスペースがないんですよね。で、まあ、さっきも言いましたけれどもこのキットセミグロスブラックで塗る部品が山のようにありまして、でランナーについたまま塗装しますので、もう塗装乾燥ブースには入らないんですね。さあ行ってみましょう。なのでまあいいか。これあれですよね、塗装前にプラスチックの素材を見てると、素材というか成形面というのかな、こう見てるとツヤありのところと半ツヤのところでプラスチックそのもののツヤ感が違うんですよね。だから色を塗らなくったって本当全然大丈夫っていうものすごい仕様になってますよね。だから変に塗装するとその方がかえって汚くなっちゃうかもしれないっていう、まあなんともモデラー泣かせな人になってますよね。挑みがいのあるキットという言い方をしてもいいかと思いますけど、この辺りの造形もすごいですよね。これ風の流れ、空気の流れを完全にコントロールするそういう設計になってるんですよね。本当すごい。こういうのもいわゆる写真ではわからないところですもんね。内側になりますんで
だからプラモデルを作りながらこの車の構造が分かるという、特にこう手に入らない夢のような車というのは嬉しいというか面白いというかありますね。一応ここに行っておこうかな。ここ見えるとこですよね、きっとね。テールランプのところになるんですね。はい、こんな感じになりました。はい、ここに、ランナーについたままのパーツがずらっとありますね。これを今からですね、このセミグロスブラックで一気に塗っていきます。はい。こんなやり方、久しくやったことないんですけど、まあ、説明書を見ると、やっぱりね、この D ランナーと、それから B ランナーですね、はほとんどセミグロスブラックで塗るだけなんですね。で、まあ一部切り取ってあるのはもう接着して固めて塗装した方が楽になりそうなところとかという感じですかね。ここなんかもうちょっと塗り分けしないといけないんですけど、まあとりあえずという感じでこうセミグロスブラックで塗るところは先に塗っておいて、でマスキングしてから残りの色を塗るというような感じでいけそうですの で、おそらくこれもほとんど中は見えないっていう状態になりそうですので、そこまで神経質に塗装しなくてもどうやら良さそうという感じではあります。いや本当になんかちょっとこういうやり方慣れてないのでドキドキしてしまいますけれども、ランナーについたまま一通りパーツに塗装していきます。